ベンゼマの代理人が試合に出れたってめっちゃ怒ってた。あ、ワールドカップの方か。でもまあ、ベンゼマとね、エンバペが使うスペース被りますからね。で、あとあれでしょ、グリーズマンとか結構、ベンゼマ自体の復帰に賛成してない選手もいたんでしょ。で、ユーロとかもうまくいってないしね。まあ、ベンゼマはめっちゃいい選手だし、素晴らしい選手だけど、今のフランス代表の形の中で使い方難しい選手ですよね。エンバペとデンベレで両サイドから仕掛けて、ジルーが奥行き作って、そこにグリーズマンとか、ラビオとか、クロス上がる側と逆サイドのウィングが入っていく形じゃないですか。なんで、ジルーが奥行き作ったり落とすところからっていう形だから、ジルーに対してエンバペっていうのはすごい補完性いいんですよ。エンバペが使いたいとか開けてくれるから。でもベンゼマは、エンバペが使いたいところを使うよね。だからロナウドと組んでた頃みたいに、エンバペのためにベンゼマが潰れる役になるんだっていいけど、そうじゃないじゃん、今のベンゼマ。ってなると、スペース食い合うっていうか、メッシ・ディバラみたいな関係で、でもディバラほどおろそかにはできないじゃん、ベンゼマのことは。ってなると、まあ、使ってたとしても、フランス代表が、肩ごと変えなきゃいけないから、チームの。苦しんでた可能性高いですよね。Thank you.